君のクリスタルレベルが上がったと聞いてね。はあ、あったわ。クラスのやなやつなのら。君のダンジョン攻略、実に見事だったよ。どうだい、どちらが真のジュエルマスターか、今こそ勝負をしようじゃないか。望むところよ。今ならあなたにも負ける気がしないわ。ジュエルバトル。今回のルールは、どちらがよりたくさんのジュエモンを合成できるかの勝負さ。神経衰弱のルールだけど、宝石の材料をきちんと知っていた方が勝つぞ。それじゃあムーンはルール説明するのだ。ジュエモン、神経衰弱。手元にあるカードの中で、この青色のカードを上向きのまま広げるのだ。これは原子カードって言って、結晶の材料になるカードたちなのだ。これで神経衰弱するのね。同じカードをめくったら取れるやつでしょ。グフフフ、ジュエモン神経衰弱はそこが面白いのだ。カードをめくるところまでは同じだけど、めくったカードで何か結晶を作ることができたらそれをゲット、自分の得点にできるのだ。そういうこと？結晶ってどんなカードをめくったら作れるの？それがこれ、裏面が白色のカードのこれなのだ。わあ、すごいたくさんある。今回は全ての材料を集めるのは大変だから、ここのマークに当てはまる原子カードをめくることができたら OK、 結晶をゲットなのだ。なるほど。でも材料って3枚とか4枚いるのも多くない？これってどうやったらゲットできるの？うん、ジュエモン神経衰弱は自分がめくった原子カードで何か結晶が作れる限り、3枚でも4枚でもチャレンジしてめくっていいのだ。え？すごいルール。だけど自分のめくった原子カードで何も作ることができなくなったら、そこでチャレンジ失敗、何もゲットできなくなっちゃうから注意してほしいのだ。それと普通の神経衰弱はカードを取れたら連続で自分の番ができるけど、この神経衰弱はジュエモンをゲットできてもできなくても相手の番になるから、そこだけ注意なのだ。代わり番子に3回やったらおしまいだから、1回1回のチャレンジが大事なのだよ。なるほど。だいたいルールはわかったか。早速始めようじゃないか。そうね、とりあえずやってみるわ。それじゃあ最近クリスタルを身につけた方が決められるのだ。あ、私雪の結晶に触りました。先にやるよ。じゃあ心ちゃんからスタートなのら。よし、それじゃあこれとこれ、酸素と水素、これでクリスタルなんて作れるのかな。心ちゃん、水は凍ると。ほら、あ、そっか、わかった。水ね。水は H2O だから、もう一枚水素を引けばお水の完成ね。じゃあこれ。わあ、すごい、水素なのら。これでお水の完成。18ポイントゲットね。ふんふん、初めてにしてはなかなかやるな。それじゃあ僕はこれとこれだ。酸素と鉄ね。ふん、カリウム。これで作れるジュエモンってあるの？この中にはないな、ここまでだ。へっへん、口ほどにもないじゃない。じゃあ私の番。これとこれ、ケイ素と酸素。なんかいっぱいいろんなのできそう。これはどう？アルミニウムだ。これって何か作れるの？すごいのら、ココロちゃん。次にナトリウムを見つけたら見て、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、酸素、水が作れるのら。ここのスピード召喚って書いてある記号を集めたら、ここの点数がゲットできるのら。そっか、ここの記号でもいいんだ。本当に全部集めるのはめちゃくちゃ大変だから。ナトリウム、ここはどう？ああ、残念、酸素なのら。これだと作れるジュエモンがないわね。ターン交代よ。それじゃあ僕の番だ。ココロちゃんの出してくれたカードのおかげで、ケイ素1枚と酸素2枚。わあ、これで石英が完成したのら。やるわね。ふふふふ、
このジュエモン神経衰弱では作れるジュエモンがまだある限り、追加でめくってもいいんだ。僕はもう一枚追加でチャレンジするぜ。でも失敗したらせっかくの石英もゲットできなくなるよ。僕の目指してるジュエモンは、これさ、鉄。石英に鉄が混じることでできる宝石、アメジストだ。うわぁ！一気に逆転だな。次は心ちゃんの最後の番だ。そんな手があるなんて。大きいジュエモンを完成させないと負けちゃう。じゃあ、私が狙うのは、これと、これ！ふむ、ケイ素と酸素だな。いろんなジュエモンの元になる大事な元素を引けたわ。これなら、もう一枚は、さっき私が見つけてたアルミニウムと、これよ！それは、まさか。カリウム！カリウムとアルミニウム、ケイ素と酸素が組み合わさったジュエモン、ムーンストーンの召喚よ！わあ、私のことだ。スピード召喚で110ポイントゲット！また逆転ね！クソってあるじゃないか。残ったカードでできるのは、これとこれで、酸素とアルミニウムよし。あとはケイ素とナトリウムを引けば、翡翠の完成だ。まずは、これ、ケイ素。あとは、ナトリウムだけ。作るぞ翡翠、で。アルミニウム！それで作れるジュエモンは、残ってないわ！心ちゃんの勝ちなのら。やったー！すごいいい戦いだった。負けたよ心ちゃん。君のムーンストーンを見つける力、本物だった。いいえ、私が勝てたのは運が良かっただけ。今ならわかるわ。あなたの宝石を愛する気持ちも本物よ心ちゃん。心さん、ジュエルダンジョンクリアです。元の世界に戻ります。ありがとう。心は427の経験値を獲得。心のジュエルレベルが1上がった。心はサファイアのジュエルモンスターを手に入れた。